きますよ。シルクちゃん、シルクちゃんいますか。いたら返事しなさいよ。ここだな。ゴールデンタイムはこの中に入ってね。ここにいたらおかしいよね。ほら、猫じゃない。わかった。入れない入れない水に。海苔巻き食べます。いらない後で。編集。ああ痛い痛い。編集。ああ痛い痛い。ああ大丈夫。ああ差し込んだ。よくこんなとこ入ってたね。確かに。よいしょ。これ何ですか。電子レンジ。あ、これ電子レンジ。電子レンジが入ってた。このめっちゃ中熱いですね。これかわいそうに半分ひねりました。あ、くれるとか。あ、くれるですね。笑っちゃいました。ここにこんな穴なんか開いてたっけ。あれでれ、車の中にいそうだよね。食洗機にはやらないでしょ。おかしいなここ。あー痛い。見つけ見つけ見つけ、見つかっちゃった。よいしょ。あー助かった。助かったでしょ。じゃあここで私が見つけるとき大変だったでしょ。じゃあ上でずっと息止めてました。そうでしょう。ここ見つけたらもうここ全然出る気なかったもの。そう、盲点になるかなと思って。ありえないと思って、もうもうあ、うおーびっくりした。そうなんですよ、幸子さんがオーブンを開けることによって開けられなくなっちゃうんですよ、ここが。開けられなく、うん、開けっぱなしにされてたから僕ここ絶対開けられなかったです。だからいや、このまますごいよかったね。もどき焼きの完成。シルクちゃん。そうなんです。どこにいるの？それおかしい。それおかしい。それ聞かない約束なんですよ。行きますさん。はい。どこにいるの？シルクちゃん。何もない。これはそれとして、
ここどこ、こことここだけでしょ。ご飯でしょ、ご飯でしょ。そうそう、豚汁今日作りました。あれ、シルクちゃんはどこですか。多分上、上、上にいる。上にいる。上？だって私今助けてあげるからね。だってサウナだもん。サチコさん？なんか声がサチコさん、サチコさんって誰が呼んでる？シルクちゃん。サチコさん？ちょっと待って。どこ？見つけたー。バレた。バレた。わかった。そう。これを開けたら絶対ここ見ないもん。そういうこと。ここにはサンパ。私何回言えば。見つけた。ああ見つかった。最後ということで。そう。全員見つかりました。ああ。